小島ワーグナー、1877年、ヨハネス・ブラームス・ハンス・ギード・フライ・ヘア・ホン・ビューローは、ドイツの男爵で指揮者、ピアニスト。現在の職業指揮者の先駆的存在で、ビューローが登場するまで、作曲家と演奏家の分業家は明確でなく、オーケストラの指揮は作曲家自身によることが多かった。有名なドイツの作曲家、ヨハン・ゼバスティアン・バッフルート・ビヒバン・ベートーベン、 ヨハネス・ブラームスを総称して、ドイツ・サンバイトと名付けたことでも知られる。9歳で、フリードリ・ヒビークにピアノを指示。両親が法律を勉強し重要な職業を選び、音楽は趣味にとどめておくことを強く希望したため、ライプツヒ大学で法律を学びながら、音楽の勉強を続ける。母親である、ビュー・ロープ人宛てに、ワーグナーやリストからの彼の音楽の才能についての、 手紙が寄せられている。ピアノ演奏で、フランツ・リストに称賛され、その違いを得る。リストが庇護していたリヒャルト・ワーグナーにも浸水し、指揮を学ぶ。ワーグナーの楽劇、トリスタンとイゾルデや、ニュルンベルクのマイスター・ジンガーを初演。当時、ドイツ・オーストリアの音楽界はワーグナー派、ブラームス派に2分され、両者の確執が激しかったが、ビューローは、 当初はワーグナー派の代表的存在であった。1857年、リストの娘小島と結婚に死を設けるが、やがて小島はワーグナーと恋愛関係に陥り、1866年に小島はワーグナーと同棲に至る。1869年にビューローは小島と離婚するが、小島はその間にもワーグナーとの子を、1865年イゾルで、 1867年、エーファ、1869年、ジークフリートと3人、生んでいる。この後、ビューローはワーグナーから離れてブラームスとの信仰を深め、その作品を積極的に取り上げるようになる。ただし、ビューローはワーグナーへの信奉から、小島の不倫を暗黙のうちに了承していたとも言われ、この間の経緯については、諸説がある。1880年、 毎人間宮廷楽団の指揮者。この頃、リヒャルト・シュトラウスを見出し、助手としている。リヒャルト・シュトラウスの手紙によれば、ブラームスの公共曲第4番の初演時には、ブラームスが指揮をし、ビューローが、大太鼓、リヒャルト・シュトラウスがトライアングルを担当したという。1882年に創立された、ベルリンフィルハーモニー還元楽団の常任指揮者に、就任。現在、 ベルリンフィルハーモニー還元楽団には、ビューローの名を冠した栄誉賞が作られている。ビューローは、警部神経根の使用によって引き起こされる慢性の頭痛に苦しんでいた。1890年頃より、彼は、心身ともに健康状態が悪くなり、回復のために暖かく乾燥した地方で過ごすようになった。1894年2月12日、 滞在先のエジプトカイロのホテルで64歳で亡くなった。最後の公演のわずか10ヶ月後だった。ビューロ以前の指揮は単純に表紙をとって曲を進行させるというものが一般的だった。ワーグナーは曲を解釈し、それに基づいた表現を重視する指揮法を提唱し、ビューローが受け継いでこれを広めた。ビューローは波外れた記憶力を持ち、 1850年にロッシーニのオペラ、セビリアのリハチ氏の指揮でデビューした時には、奏付をすべて覚えて練習に臨んだ。オーケストラの楽員にもアンプで、しかも立ったまま演奏するように強要し、納得のいく演奏になるまでリハーサルを何度も繰り返したという。リストによると、ファウスト公共曲演奏の際にも、奏付を完璧にアンプしており、リハーサルの段階でも、 送付を使わず、すべて練習番号で正確にオーケストラへ指示を与えていたという。ビューローの式は、録音が残っておらず、どのようなものであったか確認する術はないが、テンポが自在で、ニュアンス豊かなものだったらしい。批評家、エドアルト・ハンスリックは、ビューローは、まるで手の中の小さな鈴を振る会用にオーケストラを振った。ここぞというところで、 まるでピアノを弾くようにニュアンスを添えていくのがわかると書いている。一方、ブラームスのピアノの弟子であり、友人でもあったエリーザベト・フォン・ヘルツォーゲンベルクは、1881年にブラームスに宛てた手紙に、わずかな休止、新しいフレーズの前、火星が変わるところで気取ると批判的に書いている。また、ビューローは、聴衆を啓発しなければならないという使命感を持っており、 演奏前に聴衆に向かって抗議するのが常だった。ベートーベンの公共曲第9番を演奏した際には、全曲をもう一度繰り返し、聴衆が途中で逃げ出せないように、会場の扉に鍵をかけさせたという。このことを、ブラームスは、ベートーベンの第18と揶揄し、ビューローの指揮を見て指揮者になろうと決意した、ブルーノ・ワルターも、次元の中で疑問に思ったと綴っている。 ビューローはピアノの名手としても活躍し、リストのピアノ・ソナタ・ロ・タンチョウ、ハンガリー幻想曲、チャイコフスキーのピアノ競奏曲第1番などを初演したほか、ブラームスのピアノ競奏曲の演奏でもソリストを務めている。リストのピアノ・ソナタの評価をめぐっては、これを擁護する立場から、後に同じ陣営となるハンスリックと新聞史上で論争を繰り広げている。ビューローは、 多くのピアノ曲を残してもいるが、そのほとんどはリストほどの超絶技巧を用いていない。なお、ビューローのピアノの仕上げの教育をしたのがリストであり、リストはカール・ゼルニーの愛弟子で、ゼルニーはベートーベンの時期で死であることから、ベートーベンの演奏法を受け継いでいると自負していたようである。ビューローが作曲家として認識されたことは皆無に等しいが、下記の大規模な作品を含む、 いくつかの作品が残されている。これらの他にピアノ曲が数曲ある。また近年になって録音も発売されている。ハンス・フォン・ビューロー・ビューローは作曲家や作品についての数々の逸話になお、残している。有名なものを以下に挙げる。ありがとうございます。